どうも、皆さん、こんにちは。着馬説。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、一週間のニュース等々話していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それでは、まずですね、LINE Pay かけるパスモということで、2月1日から最大1000円相当がもらえるキャンペーンが開始になっております。期間が2月1日から6月の30日までということで、条件は、まずエントリーがね、必須になります。エントリーね、しといてください。で、エントリーした方で、エントリーした月以降で、キャンペーン期間中に LINE Pay Visa プリペイを使い、以下の条件を達成する、シャープ345ということで、まず一つ目が、モバイルパスモに5000円チャージですね。モバイルパスモで定期券を購入。まあ、こちらはね、利用できる方限られると思うんですけども、このね、一番の、5000円チャージで、500円っていうのはですね、軽くね、達成することができるかななんていうふうに思いますので、これはね、かなりいいのではないのかなと思います。で、まあ、またね、このパスも定期券購入できる方は、さらに500円もらえるっていう風になりますんでね、両方利用していただければ、まあ、1000円がもらえるキャンペーンっていう風になります。で、注意事項ですね、このね、エントリーはこちらボタンの、シャープにエントリーした月以降の利用がキャンペーン対象となります。エントリー月を含むということで、まあ、今月ね、2月にエントリーしたら2月以降ね、利用するっていう感じですね。エントリー前に利用した分はキャンペーン対象とならないためご注意くださいということで、またね、LINE ポイントを利用した場合も対象。またね、LINE Pay Visa Prepay を Apple Pay や Google Pay に設定して、モバイルパスモのチャージもしくはモバイルパスモの定期券購入した場合も対象となります。モバイルでのパスモへのチャージ、パスモでの定期券購入は対象外。またね、窓口でのビザタッチ決済や ID 決済も対象外ですということで、6番定期券の購入の対象となるパスモ事業者一覧はこちらですということで、定期券購入される方はね、こちらぜひチェックしてください。まあこちらね、5000円チャージしていれば500円もらえるっていう風になりますんで、これはね、私も後で利用したいなと思います。で、申請時期が2020年3月31日まで達成の場合は、5月中旬、6月30日達成分は8月中旬ということで、付与時期ね、かなり先になりますんで、この点は注意しておいてください。で、もう一つですね、こちら、前回のね、リマインドになりますけども、LINE Pay なのにビザタッチ使えないもったいないということで、3% 還元ね、こちら2月のエントリーが始まっておりますので、一月のね、上限1000ポイントまでっていう風になりますんで、33,334円とかになると思うんですけども、エントリーね、されてない方は2月分ね、エントリーしといてください。ビザタッチで 3% 還元なんで、これはめちゃくちゃいいですよね。それでは次ですね、au Pay くら寿司ということで、こちらね、私は全力で利用させていただこうと思ってるんですけども、au Pay でくら寿司がネット払い利用してお持ち帰りで利用していただくと、200円ごとに 10% 還元ということで、上限3000ポイントでキャンペーンが来ております。2月1日から2月の29日ですね。期間中、くら寿司お持ち帰り寿司で au ペイネット払いを利用してご利用いただくと、200円ごとにポンタポイントを 10%、200円で20ポイント還元いたしますということで、上限は3000ポイントまでっていう風になります。で、ポイントの上限は 1AU あたり3000ポイントっていう風になりますんで、10% の上限が3000なんで、3万円までの支払いですかね。かなり上限が高くね、設定されているっていう風になりますんで、これはいいですね。で、またですね、こちら、au Pay くら寿司のね、この 10% 還元キャンペーンがあるんですけども、さらにね、もう一つ、ネット支払い感謝祭ということで、対象加盟店のお支払いに au Pay ネット払いを使うと、5% 還元キャンペーンがね、別に来てるんですよね。こちらね、エントリーが必要になっておりまして、2月1日から2月の18日までやってるんですけども、期間中エントリーし、対象加盟店で au Pay ネット払いで1回500円以上ご利用いただくと、5% 還元ということで、こちらね、エントリー必要になっておりますんで、こっちだけね、エントリー必要な部分はね、覚えておいていただきたいなと思うんですけども、こちらね、対象加盟店にね、くら寿司入ってるっていう風になりますんで、これね、めちゃくちゃいいですよね。最大 15% 還元で、くら寿司を持ち帰りでね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、ぜひ参戦していただければなと思います。それでは次にですね、87時間ビッグセール、タイムセールがですね、またね、Amazon でやってまいります。2月の4日、23時59分まで、この動画出てるの2月の3日土曜日になってると思いますので、こちらにぜひエントリーね、忘れずに利用しておいていただければなと思います。今回のキャンペーンは、ドラッグストア、ホーム用品、パソコン用品が、ポイントアップ対象店という風になりますんで、まあ、ドラッグストアとホーム用品、パソコン周辺機器ね、購入ね、予定されている方は非常にね、お得になっております。
ますんで、ぜひね、こちらエントリーしてチェックね、していただければなと思います。で、Amazon プライムのね、こちらですね、紹介キャンペーンもまだ継続でやっておりまして、こちらね、紹介コードね、概要欄に載せておきますんで、こちらで登録していただいて、2000円以上ね、利用していただくと、30日以内にね、1000ポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、50% 還元っていう風になりますんでね、これはね、いいですよね。ぜひね、Amazon プライムになってない方は、こちらね、概要欄に載せておきますんで、利用ね、していただければなと思います。で、次ですね、Amazon Pay で JCB カードをデフォルトのお支払い設定して、期間中に Amazon Pay で5000円以上利用していただくと、1000円分の Amazon ギフトカードプレゼントキャンペーンがね、来ております。こちらね、私はね、対象外なんですけども、Amazon Pay にですね、JCB をデフォルトカードで設定していただいて、5000円以上ですね、Amazon Pay 利用していただければ、1000円分のね、Amazon ギフトカードもらえるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ、概要欄に載せておきますんで、対象者限定になっているっぽいので、ぜひね、チェックしてください。注意としては、キャンペーン終了後、3ヶ月継続して6月1日まで JCB を、カードデフォルト登録しているのはね、対象となりますということで、こちらだけね、注意してくださいね。外しちゃいけないみたいなんでね。それでは次に、楽天モバイルですね。これね、めちゃくちゃいいです。毎月どれだけお得になるスマホ料金チェックするだけで100ポイントもらえるキャンペーンが来ております。こちらね、アンケート答えていただいて、チェックね、していただくだけで楽天ポイントね、100ポイントもらえるっていう風になりますんで、これはね、ちょっといつまで続くかわかりませんけども、ちゃちゃっとね、終わらしておきましょう。それでは次に JCB のクレジットカードのキャンペーンですね。スカイラークグループ店舗で JCB カードを利用すると代金より最大 20% キャッシュバックということで、JCB かけるスカイラークということで、上限1000円分のね、20% キャッシュバックキャンペーンが来ております。こちら5000円までの利用で1000円ですね。期間が2月1日から2月の29日、エントリー期間も、同じですね。こちらね、30万人をめどということで、一応ね、上限設定されておりますので、JCB のクレジットカードでね、保有されている方は、ぜひね、エントリーできるか、チェックしていただければなと思います。スカイラークグループのね、このガストとかバーミヤンとかシャビオとかね、こういったお店がありますけども、まあ、こういったところでですね、登録できたね、クレジットカードで利用していただくとですね、5000円で1000円返ってくるっていう風になりますんで、これね、めちゃくちゃいいですよね。ぜひ、こちら。お持ちのね、JCB カードね、登録できるか、概要欄に載せておきますんでね、ぜひやってみてください。それでは次に、三井住友カードプラチナで、ユニバーサルスタジオジャパン、ユニバーサルエクスプレスパスっていうのが、こういったね、サービスがあったみたいなんですけども、2024年3月31日をもって終了ということで、この三井住友カードプラチナ、プラチナプリファードとかね、ANA プラチナとか対象じゃないんですけども、確かこれ5万円ぐらいするクレジットカードだったと思うんですけども、ユニバーサルスタジオジャパンのね、エクスプレスパスサービスね、なくなってしまうんですね。これ結構ね、楽しまれてた方いらっしゃるのではないのかななんていうふうに思うんですけども、2024年3月31日をもって終了ということで、保有されている方はね、ぜひね、チェックしておいてください。それでは次に、Dポイント買おうということで、Dポイントを提示して、買おうの対象商品を1回に1000円以上利用していただくと、20% ポイント還元キャンペーンが来ております。こちらエントリー必要になっておりまして、期間中5000円以上を、お買い上げで100名様にさらに1万ポイント抽選でプレゼントということで、これね、めちゃくちゃいいですよね。で、期間が1月の25から2月の29、キャンペーン期間2月1日から2月の29ということで、エントリーをここからね、ポチッと、しといてください。こちらは、松本清志グループ及び、ここからファイングループで対象商品、顔の商品ですね、1000円。1回に1000円以上のご利用で D ポイント提示していただくと、漏れなく 20% ポイント還元、申請上限は1500ポイント期間用途限定っていう風になっております。20% で1500なんで7500円分までの支払いですかね。が対象っていう感じですね。で、申請は2024年3月末を予定していますということで、キャンペーン参加にはエントリーが必要です。エントリーとお支払い順が問いませんということで、まあ、ひとまずね、エントリーは確実にしといてください。それでは次にね、エアウォレットですね。こちらね、新規の方も、既存の方もね、またお得なキャンペーンが来ております。これから始める方は、新規の口座と本人確認で2000ポイント、さらに複数口座の設定で1万以上の出金で500ポイント、合計2500ポイントが、もらえます。こちらエントリーが必須になっておりますんで、ぜひね、こちら、持ってない方も、利用していただいて、持ってる方もですね、追加の口座登録と1万以上の出金で500ポイントがね、もらえるっていう風になります。
りますんで、これはね、めちゃくちゃ簡単なんでね、エントリー忘れずに利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、ALA モールが1周年迎えましたということで、今ね、1周年記念キャンペーンが開催されております。最大ね、11倍マイルがね、貯まるキャンペーンが来ておりまして、こちらね、キャンペーンのページで、最大11倍ということで、まずね、利用されたい方は、参加登録ね、していただくと、2月の5日まで、最大11倍マイルが貯まりますということで、このね、ALA モールっていうのは結構ね、いろんなショップがありまして、iPhone の購入にもですね、11倍のマイルがね、貯まるっていう風になりますんで、もしね、大きめの買い物がある方は一応ね、ANA モールもね、こういったキャンペーンやっておりますので、覗いていただきたいなと思います。皆さんやっていただきたいのはこれですね、メルマガ登録で11マイルもらえるっていう風になりますんで、ここにね、やり方書いてありますんで、これだけとりあえずね、拾っといていただきたいなっていうところですね。一応毎日くじとかもね、やっておりまして、先ほどやってみたんですけどもね、ちょっとよくわかんないショップのクーポンがもらえただけだったんで、これだけね、ぜひなんか物購入する際は、まあ Amazon とかもね、見ていただいて、こちらもねチェックしていただきたいなっていうところですね。で、このね11倍マイルのねキャンペーンなんですけども、キャンペーンのね適用状況は購入画面に表示されませんということで、こちらね物買おうとした時にですね、最終画面でね獲得マイル数出るんですけども、普通にねこの11倍マイルキャンペーンやってるにもかかわらず、普通に1倍のマイルしか表示されないっていう風になりますんで、この点はね注意してください。ちゃんとねエントリーさえしておけばですね、マイル貯まるっていう風になりますんでね。それでは次です。ジャパンエアラインで思いつきの旅ということで、今日の予約して今日の旅に出るスカイメイトっていうことで、2月の14日からですね、国内線タイムセールが開催されます。で、またね、このスカイメイトっていうのはですね、まあ知らない方までいらっしゃるかと思うんですけども、満12歳以上25歳以下の JAL カード会員またはお客様情報登録済みの JAL マイレージ版会員の方が、ご利用いただける、制度っていう風になってるんですよね。だから12歳から25歳以下の方ですね、こちらの方がこの JAL スカイメイトっていうのはね利用することができて、今までね出発の4時間前から予約することができてたんですけども、2024年2月の14日以降ですね、搭乗日の当日から予約ねすることができるようになりましたということで、前倒しされたっていう風になるんですよね。ですので、今日どっか行こう、じゃあここ予約していこうみたいなね、まあそういった感じで利用することができるようになるということで、こちらね非常に朗報ですよね。私も若い頃にね知ってればね使いたかったですね。それでは次にですね、ニューヨーク発の羽田ファーストクラスでキャビア198のプレミアムの提供をしていますということで、このね、キャビア、ニューヨーク発の羽田行き、提供ね、しているみたいなんですけども、エアバス350ダッシュ1000、先日ね、乗らせていただきましたけども、これの記念をしてですね、提供を延長するみたいですね。11月の1日からね、提供されてたみたいなんですけども、当面の間、提供されるということで、ニューヨーク発の羽田行きのファーストクラス、利用する予定のある方はですね、ぜひね、こちらチェックしておいてください。めちゃくちゃ良さそうですよね。やはりファーストクラスといえばキャビアっていうイメージがね、ちょっと私はあるんですけども、めちゃくちゃいいですね。それでは次にですね、JAL 2024年度路線便数計画を決定ということで、なんとですね、エアバス350ダッシュ1000型機、羽田ダラスフォートワース空港っていうのはね、もう発表されてたわけなんですけども、その次の路線ですね、次はロンドンに導入しますということで、発表されましたね。今ね、ニューヨーク路線が導入されておりますけども、その次はダラス、その次はロンドンっていう感じですね。ですので、エアバス350ダッシュ1000型機で乗りたいっていう方は、まあ、ロンドン路線で、ね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。ちょっとね、サーチャージがね、高いですけども、まあね、ファーストクラスね、ちょっと次回乗りたいななんていうふうに思うんですけども、エアバス350ダッシュ1000ね、めちゃくちゃ良かったんでね、ぜひ、こちらね、利用していただければなと思います。まあ、それ以外にもですね、日本の航空会社として初めて直行便となる羽田ドーハ路線就航いたしますとかね、またね、2024年8月には羽田石垣路線に JAL として初めてボーイング787-8型機をね、就航しますということで、まあ、こういったことがね、発表されております。またね、
こちらね、ちょっと楽しみにしてるんですけども、羽田ドーハ路線開設し、2024年3月31日より毎日運行で、しかもね、この就航を記念して2月の8日より、ドーハディスカウントマイルキャンペーン実施予定っていう風になりますんで、まあ、こちらね、詳細出ましたらね、また解説出したいなと思っているんですけども、羽田ドーハ路線のね、ディスカウントマイルキャンペーンもね、来るっていう風になりますんで、これもね、非常に楽しみですよね。どのぐらいのね、必要マイル数になるのか、ちょっとね、期待している部分であるんですけども、まあ、羽田ドーハね、サーチャージはね、かなり高いと思いますんで、まあ、そこはね、ちょっとグッと飲み込むしかね、利用することできないかと思うんですけども、こういったキャンペーンもね、待っておりますんで、こちらもね、楽しみですね。はい、ということで今回ですね、ちょっと細かい話まとめてね、紹介させていただきました。ちょっとね、いつも通りかなりね、長くなってしまったと思うんですけども、公式だとあるものに関してはね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね、 LINE 公式アカウントでプライオリティパスのね、付帯のクレジットカードおすすめがわかる PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断で、新しいね、コンテンツとしてマイルクレカ診断総合版ね、開始させていただきましたので、ぜひね、こちらも無料でね、こちらから利用することできるっていう風になりますんで、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。